今から10年前ね、あの習近平、あの人ほら下放されてたでしょ、下放で相当苦労したんだよね、お父さんもほら反逆者じゃないけども自分あの中中君はね、そうそうそう、鄧小平にいじめられてましたよね、で息子も下放されて、田舎に行って相当苦しい思いしたのかなんか分かんないけども、2013年の1月に習近平が一番最初に国家主席になって最初に出したオフレが贅沢禁止令、ね、そうですよ、覚えてます、ね、で私その時はね、おこいつやるなと思ったんですし、だって贅沢してこそ中国人だったんだあの頃は、贅沢は金持ちのステータス、金持ちはステータスであって、俺はこんだけ食わしてやって、こんだけこいつは残したんだぞって、こんだけ残しても俺はなんともねえぜって言って見栄を張るのが中国の食文化だったのに、それを残し物を出すなと、なんでかというと、もうその時には中国の残飯が年間に5000万トン、年間ですよ、5000万トンも出てたんで、ちょうどその貧富の差がだんだん開いてきて、中国のね、その党の幹部とかが金持ちっていうだけで恨まれる、そういうような時代だったんで、習近平はそこから直そうと思って、豚の、豚じゃないや、贅沢禁止令を出した。そしたら、いいことから言うと、党の奥さんたちが喜んだんですよ、党幹部の奥さんたちが。なんでかっていうと、みんな豊かにはなってきたけども、ほら、全然家に帰ってこないと、で毎回宴会宴会 で、でたまに家に帰ってくるたびに旦那だんだん、もう食いまくってるから疲れちゃうし、それでデブデブ太ってきちゃってるし、でどう考えてもこれやばいと、それで子育てにも時間が割けない、中国の子育てって日本よりもある意味男女同権みたいなところがあるから、女の子も、女の人も奥さんも一緒に働きに行って出世するんですよ、で子供を全寮制の幼稚園とかに預けちゃうんですよ、で全寮制の幼稚園なんて日本にないけども、週に1回だけ子供を迎えに行って、それで家に連れてきて、そんなことやってたりとかしてたのが、旦那も帰ってくるようになって、やっと家族の時間も取れて、で宴会もなくなったから旦那も少し痩せてきて、でそんなお金もかからないというふうになっちゃって、変な見栄も張らなくなっちゃって、奥さんたちはある意味良かったって言ってたんですよね、ところが良くない面が出てきて、それが今度豚が売れなくなっちゃった。豚ですか、中国人の料理って、牛肉も使うけども、なんつっても豚ものすごい使うから、トンポーロンとかね、ガーってこんな塊で、どっちかっていうと皆さん日本と常識逆なんだけど、長江よりも南の地域は牛肉より豚肉の方が高級なんです、一番高級なのは魚なんだけどね、牛肉っていうのはね、なんかね、すごい偏見に満ちたこと言う、イスラムの田舎者が食うものなんですよ、牛のようなね、水牛の硬い肉のようなものは。でね、高貴なね、漢民族は食べないんです、柔らかい豚をね、じっくり煮込んで、そうやってね、柔らかくして食うんですよ、それが売れなくなっちゃったと、そうするとどういうことになるかというと、中国っていっぱい売るために、なんつってもほら残り物だんだんじゃんじゃん出してガンガン買ってくれるから、こっちもじゃんじゃん作んなきゃいけないじゃないですか、豚ガンガン育てて、そのためには出荷の 3,4 ヶ月前から三酸化ヒ素って言ったかな、また薬ですか、ヒ素を入れるんです、これちょびっとね、あんまり入れると、一発でいっちゃうから、ちょびっとずつ入れて餌に混ぜて食わせると生鮮が刺激されて成長が早くなって、そうすると、本来だったら中学生ぐらいなのがいきなり25、6歳の年頃の女の子になっちゃうわけです、やばいよね、人間で例えると。でそういうふうになった時に3ヶ月4ヶ月後に出荷をする、ところがそのつもりで食わしてたのに、その後に今度一気に豚が老けちゃうわけですよ、ところがそれが売れ残っちゃう、しかも食わしててもこのまんま老化していっちゃうし、それでコスト高くなっちゃうから、これ豚殺すしかないなってなっちゃって、中国のあっちこっちで豚の大量虐殺が始まっちゃったわけですよ。で川に流れると、そう、それで埋めりゃいいのに埋めないで、そのまま豚ってほら泳げないから、そのまま川に追い落としちゃったりとか、あと殺した後川に放り投げたりとかして、各地でそれやってたもんだから、支流でやってるのはどん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 こう集まってきて、本流の長江の腐れひそ豚川流れになっちゃったんですよ。いやあれだから、あれ僕中国行ってる時に、
向こうのテレビで見ましたよ。壮観というかね、広い川が浮かんでる豚でいっぱいだと。あれ、浮かんでるっていうのは本来は豚沈みますからね。うん、あの人間もそうだけど、下流に来るまでにね、腐敗してガスが溜まるわけね。ガスが溜まっちゃう。人間でもね、変な話になっちゃうけども、殺した後は浮かばないわけですよ、うん、本来は。坂東さん、だんだんほら、食が進まなくなったでしょ。私は平気だよ、こういう話して、ね、食べるのは。うん、もうね、ショッキングな、ね、ものをね、見過ぎてるんだよ、チャイナで、本当に。ね、だからね、豚の場合には浮かんで流れてくる段階で、かなりやばい状態ですよね、うんうんうん、でずっと流れてきて、それらが集まってる長江の上海が河口だから、うん、で河口の手前の浙江省っていうところがあって、浙江省分かります。ここの業者がですね、もう百波状態、やった豚が流れてきたぜ、多食されてるけども焼いちまったら構わねえよなって言ってやるんだな、これがみんな引き上げたの。まあ、腐れひそ豚川流れをみんな地上に吸出しちゃって、うん、ほんで1グラムをいくらって言ったかな、1グラムを10あ500うんとか500元あ500グラムを15円、うん、すごい値段ですよね、うん、500グラムを15円ですよ、日本円にすると1元だから、うん、 それで業者に流しちゃった、うん、で業者もやけは分かんねえやと、こんなに安いやつでも加工したら金になるからって言って、うん、加工してトンポーロにしたやつを上海の皆さんが食ってたわけですよ、うん、いやーまずいね。でしかもそっからもしかしたら日本に入ってたかもしれないんですよ、もしかしたら。そうだよね、うん、あの真空パックになっちゃった、うん、トンポーロみたいになって、でも焼いてあんだけ味付けしたら分かんないですよね、うん、いや結構ね加工してね持ち込んでんだよね、うん、チャイナの人は日本に。この間もなんか持ち込んで鳥 の, あの足だけのやつとかね、うん、持ち込んで逮捕されたよっていうニュースこの間入ってて、うんうん、勝手に今個人でそういうことやったりとかしてますからね、うん、だからそれが そういう仕事、多分この話皆さん初めて聞いたでしょ、うん、だこれでも知らないで10年前からこんな状態だったんですよ。いやだからね、うん、もう今日だから坂東さんは持ってきて一つ驚きなのはね、そうは言ってもさっき言ったドブから汲んだ油の話って、うん、時々見せしめにね、うん、例えば上海警察なんかは、うんうん、突然屋台を襲撃してね、うんうん、お前使ったらあったらこったらってね屋台バカバカに壊しちゃうんだよねで一応持ってってさ3日ぐらい止めるわけですよ、うん、店主を、うんうんうん、そういう見せしめ的なことやったけど、うん、でも基準が要するに OK になっちゃったら誰も取り締まらないじゃない、うん、そう取り締まる根拠がない。でもそれでも取り締まらないドブ油だっていうところで基準は OK だとしても元はドブ油だっていうのが分かればきっかけつかめるから、今 の若い子の間警察官が、うんはい、中国の警察官が判明の仕方分かったと、どんなに基準を、うん、基準をクリアしたとしても、うん、どうやってかっていうとカプサイシン成分を検出する。味は変わらない、でもカプサイシンの成分が入ってるんでそれを試薬使って、うんうん、それで普通の油にはカプサイシン入ってないから、うんで辛いやつでやっかりいっぱいやればカプサイシン入っちゃうんで、うん、それでドブ油だって分かったらそこから、うん、でそれを手がかりに攻めていってどこで作ってんのか許可証を持ってんのかとかそうやってやるんですけども、うん当然やられる方も分かってるんで許可証を取ってるわけですよ、うん、どうやってるかっていうと一つは警察側にもう裏から金でこうやって回して許可取らせてください、まあ大体親戚使うんだよね親戚とかみんなつながってるから、ともう一つは工業用の油を作るっていうことで許可を取って、で踏み込まれてもいやこれ工業用ですから食用じゃないですからって、うん、言えるようにする。そのためにはこれはグリスだと言っちゃったね。そうそう、うん、そのためには作ったらすぐにもうラベルは別のところで貼って加工して、うん、だからそうやって分業化が進んじゃって、うん、今全部でなんか5つぐらいあったかな、うん、ねどこだったかな、どっかに書いた5つぐらいの、ね、加工が必要なんですよ。やばい、やばいデータいっぱいだね。なんかやばい、やばい写真いっぱい出てくるんですよ、これ。加工は、あ、どっかに書いてある、うん、すぐ出てこないんだけども、まず材料の調達と、うん、材料は。うわー、すごいでした。もう食べ終わってよかったな。材料の調達、それから、うん、ろ過、加工、うん、それから、箱詰め、それから流通、それから販売、確かね 4つか5つぐらいに分かれてるんですよ、うん、それぞれにもう早めに早めにどん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  やりながらも一般の油と一緒に混ぜて、うん、でどっかで一緒にして一緒にペットボトルにするかもしれないしね、うん、流通だけ混ぜるかもしれないし、そうやってどん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 発展してるんですよ。だからね、そう恐ろしいね、そういうことだけは
知恵使うんだよね、うん、でそれがもう組織的になっちゃってるんで問題にならないんです、うん、全然、うん、結局儲かるから知恵使うんだね、それね。そう、儲かるから知恵も使うし、うん、あと油だけじゃなくてね、油とあと水ですよね、うん、どうしても水なんかもうちらはどうしてもあの表面に流れてる川の表面しか見てないから、うんうん、あの緑色になってるとかピンクになってるとか、いや見ましたよ、ベッキー資金で見てきました。この色はちょっと想像を絶するってのはあれどうやって飲むのか分かんないけども、でもそれしかない村っていうのも絶対は、うん、実際にあるんですよね、うん、でそれしかないからもう臭くても何でもいいけども、うん、もうとりあえず水分取んなきゃって言って飲んで、みんなガンが発生したりとかね、ガン、うん、村とかって言ってましたけども、うん、今それを表面流れてる川だったらまだ見えやすいんだけども、うん、地下水やばいわけですよ、うん、中国の地下水っていうのは、日本は山と海の距離がそんなにないから、うん、あのダーッと流れていって割と早いんですけども、うん、中国の地下水ってものすごいほら距離があるから、うん、それをゆっくり何千年かかけて、2、3000年って言われますけども、うん、2、3000年かけたのが地下をこう来て海の方に行って、うん、そこで汲み上げてる。で、中国の、あの大体70% 前後は地下水を飲んでるらしいんですよね、うんうん、その地下水が今やばくなっちゃったんです。だいたいあれだよね、農村部行くとどこでも井戸掘ってるよね、うんうん、どこでも井戸が、そう、どこでも井戸がありますよね、うん、でもその井戸って浄化されてるから井戸でいいんだけども、うんうん、あの上流の方に都市なんかがあったりとかすると今規制が激しくなっちゃって、でも規制守ろうっていう気はないからもう、うん、まあ、今ね向こうのあの町の作り方って北京がドカーンとある、ちょっと郊外行くと、うん、あの農業をやってる集落があって、うんうんうん、その向こうに何かしなきゃ高速鉄道引いたらいきなり変な町をドカドカドカってなってんだよねそうしたらそれの下流になるその農村部ってのはどうしても水汚れる、ね、うん、そう、水汚れますよね、うん、で水もちゃんと排水基準あるんだけど一応作ってんだけど、うん、例えば重慶なんかでも、排水基準作って、なんでかっていうと、うん、重慶のほら下の方にある三峡ダム、うん、これが世界一のあのドブのあのドブダメみたいになっちゃって、いやドブダメになるってさ、うん、科学者言ってたんですよ、うん、重慶ので実際になっちゃって、うん、で本当に大変な状況になってたから、うん、じゃあ基準作りましょうって言った、うん、そしたらどうせ俺たちが捨てるやつなんだから、うん、なんで捨てるやつに金かけなきゃいけねえんだっていう思考回路だから、うん、なんかバレたらやべえからじゃあ縦に掘っちまいって言ってボーイングして、うん、何メートルも何十メートルも掘って、うん、そこに入れ始まっちゃったらしいんですよ、うん、まあ他のあのいろんなやり方あるんだけども、でそこ基本埋めるだけだからね、チャイナは何でも一緒に埋めるから、うん、あの廃棄物は、うん、でそうすると何千年かかけてきれいになるはずの水のところにいきなり一番やばい水ダーッと入れちゃうもんだから、うん、そこから汲んできゃみんな病気になるじゃないですか、うん、だからこうやって水道水を絞るとこれ茶色い水こうやってバーッと出てるでしょ、うん、こっちピンク出てるでしょ、それなんかあれだよね、サービスでジュースが出てるわけじゃないよ、サービスでウーロン茶、そうサービスでウーロン茶出てんじゃないんですよこれ、中国に行った人たちあの何も知らないで蛇口ひねったら出たから、あやっぱさすが中国だなウーロン茶だとか言って飲まないようにしてくださいよ、本当だやばいよこれ、うんうんうん、でね、これ水だし、このピンクの蛍光ピンクの水とか出てきても、うんうん、だってここからしかなって水取れなかったらこれ飲むしかないですもんね、飲むしかないっていうか、うん、だいたいこれもどこまで聞くか分かんないけど、浄水器を一時一生懸命売ってたことがあるね、うんうん、家庭用浄水器ってね、うん、そんな浄水器で浄水できます、うん、これもうそもそもさ上海は元から水道は最悪だって言われてるんで、ね、何しろだってインフラがさ、うん、水道管だってもう100年ぐらい変えてないんだからそうですかね、うん、なんだろう、メンテナンスっていう概念ないんですね、うん、ないからね、うん、だから内か多分ね相当やばくなってて、うん、私も前にねこちょっと隠れて上海に行ったことがあったんだけども、うん、絶対に水飲むなよって言われました。いや水は飲んじゃいけないって言われる、必ず言われる、喫茶店であっても、うん、喫茶店でお茶とかは一回沸かしてるから大丈夫かもしれないけど、でもねそれでもね、うん、いいですか、これは皆さん知恵で覚えていてね、それでもお腹壊す人がいるわけ、うんうん、何やったんですかって、飲んでないよ、歯磨いちゃうんだよそれもダメなのあのね、うん、あっちチャイナ行ったらね必ず、うんうん、確かなブランドのミネラルウォーターしか使っちゃダメ、うん、歯磨きも、うん、これは覚えてくださいね。あとね、あの落とし穴が暑い時に行くとかき氷、うん、氷はダメ、氷ダメです、氷ダメ、かき氷ダメですよ、うん、かき氷食うなって私も言われました、うんうんうん、氷物はダメでね、あと氷の、うん、そのね、うん、あるんですよ、氷の上にね刺身乗っけんだよ、え夏場あれはやばい、氷の上に刺身、うん、乗っけんの、それやばいな、っていうかそもそもさあっちの中国の刺身ってまずくないですか、最近うまいんですよ、うん、いや味はうまいかもしれないけども、あの締め方が下手だから、締め方やばいし、うん、保存が生ではあるけども、うん、ちょっと
あの刺身が大好きな中国人っていうのは刺身食ってたら、うん、なんだったかなんか虫が入ってるの知らないでずっと食っちゃって、うん、健康にいいって言って食い続けてたら、うん、なんか体のあちこちでもう虫が動いてた、うん、言ってました。あら中国人あるんですよ、うん、はい、ね、それで水自体もね、これは2016年の段階で国土資源部っていうところが検査したんですよ、うんうんうん、そして中国の657の都市のうちの400余りがまずあの都市がその水地下水を飲料水として使ってるっていうのがまず分かったと、うんうん、でそのうちあの検査したら 80.2% は深刻な状態にあると、うん、具体的に言うと4級っていう要するに人が飲むようなもんじゃなくても一般工業用水にしか使えないようなやつが、うんうん、32% で汚染がひどすぎるっていう水質5級っていうやつがあってこれが 47.3% で2つ合わせると検査した水の 80.2%、うん、8割以上はもう飲めるものじゃない、うん、でもみんな飲むしかないと、うん、そういうような状況になってるね。だからがんが多いんです、ね、だからがんが多いんです、うん、国は。でそういった水を使って、うん、豚さんが水飲んで、豚も水飲んで草食って、うん、その水で育ったね。そう、それで、うん、あのヒソ食って、ヒソも食わして、ヒソは食わして、ね、うん、まあヒソじゃだけじゃないと思うんですけどもね。それでね、その他にそういった水をね、あの使っていろいろ料理して、うん、でね、これね、まあ今日そういうことも経験のあるね、会社の社長と会っていろんな話してきたんですよ、うん、僕はね。でね、意外とね、日本のね、中小企業の社長さんはね、例えばチャイナと一度でも取引すると、うん、あ、こいつらちょっと価値観が違うわ、うんうん、これはまともに付き合わない方がいいわって気がつく人がいるんですよ、うん、大企業はね、とにかく市場の大きさとね、うん、調達価格の安さでね、うん、もう目くらんでてね、全然耳貸さないんだよ、大企業の、ね、経営者は。大企業はね、接する人たちは分かってるんですよ、うん、でも上の方はやれって言うからやらなきゃいけない、全然上の方分かってないんでね、うん、僕何が言いたいかったらね、うん、これね、今日水の話をしたり、うん、豚肉の話をしたりしてるけれど、もう総じてね、チャイナの企業ってモラルがこうなんだよ、うん、だから今ほら電気自動車でディーラー出し始めたじゃないですか、うん、あれだって危ないよ。危ないですよ、うん、チャイナって違うから、企業の、うん、あの論理が、うんうん、この間誰かがあの投稿してくれたやつ見たら、うん、あの 50cc のバイク、うん、いきなりケツから火吹いてて、ケツから火吹くってよくある話だよ、向こうでよくある事故だからでちょうど降りた人のこっから火バーって出て慌てて逃げてましたけど、うん、あれ座ってるまま火吹いていたら確実に死んでますよね、うん、結構ねそういう事故あるんです、向こうでね、うん、そういうのって一回行ってみないことはなかったよね、必ず一人旅行に一回は見てたね、うん、そういう火吹いてるよってのは交通事故は毎日見るしね、うんうん、交通事故なんかはね、うん、あとね、あの水の関係、これからもっとますますやばくなってくるんじゃないのか、うん、もうやばくなってんじゃないのかっていうのは、うん、少数民族の皆さんって、うん、奥地っていうか、内陸の水なんですよね、うん、そこって大体中国の七大河川っていうのが流れる一番上の方なんです、うん、源流ですね、うんうん、そっちの方にまだ少数民族の皆さんいたから綺麗だったんだけども、うん、もうだいぶ漢民族の皆さんが奥の方に行って、もう大変ですよ、穴掘ってなんか掘り出してで汚水ガンガン出して、うんうん、それがもう上流からそういう状態で流れてきてるんで、うん、かなりやばいような、この写真みたいね、こんなになっちゃってるわけですよ、うん、でそこで暮らしてる人たちもみんな汚して、あの地面、これゴミだらけで地面見えないでしょ。あのね、皆さんいろいろこれ考えてほしいんだけどね、僕もほら一応政府で関わってじゃないですか、でその時にね、あの一番ね、日本がね、いろいろやりたくてもね、できなかったことって農業なんですよ、チャイナで、うん、で本当の一部の地域だけ、あの山東省の一部とかそういうところね、珍しく水がきれいなところがある、山東省とあとね、チリン省の一部分で本当に水がきれいなところがあって、そこはね農業とかやっても大丈夫なの、うん、他のところってもうね、水はダメだわね、土壌はダメだわね、うん、もうともかくそこから直したらね、うん、絶対もうね、この投下した資本をね回収するのに100年、うん、200年かかるって言われてるんだよ、うん、だからね、あのいや中国は安いし土地もある程度あるから、うん、日本のねためにこう、うん、
作って、持ち込もうなんてことをね、うん、日本のね農業企業とかね、うん、あの一時ね政協が考えたんだね、そういうことをね、うんうん、で政協はね一部ねやってるんですよ、うん、あの三等賞でこれはうまくいってるんだよ、うん、珍しく。だからでもそれはほとんど例外の話でできないんです、うん、っていうのは、うん、もうほとんどね汚染大陸になっちゃってるんですよ。うん、あの 地下水なんかもね、直すまで、うん、また元のきれいな地下水にするまでが、おそらく2000年から3000年かかるかかる。もう悠久の歴史ですね、そうなんだよね。本当にね。